さんこんにちは。福岡県八女市出身、声優役者をやっております橋本のどかです。橋本のどかがお届けするのどかのは YouTube チャンネル始まります。今回は何やら携帯がつながっています、はい、ちょっとね、アプリあの最近じゃないんだけど、はい、支払い検定っていうのをね、ちょっとさっきダウンロードしましたよね。はい、じゃあいくらですって言われて、パッとそのお釣りを最小限に返ってくるように、要は手元の今お金がいくら で、うんうん、でそれに対してなるべく手元の小銭を減らしていく、減らしていく、うん、っていうゲーム。はい、はい、これがまあ能力プラス支払い技術検定ですね。やばい、算数か。そうね、ちょっとやってみようか。はい、とりあえず開始をして、開始、検定開始。どうしたらいいの？273円渡せばいいの？そう、どういうこと？あ、こういうこと、こういうこと。73円払う。エクセレント192円、100、あ、そう、50円でもないのか。105円、払う。グッド380円、500 31234、払う。グッド461円、え、1000円、増えた。小銭が増えた。505円、はい、エクセレント491円、1001円、エクセレントが出ればいいんですか。そう、560円、払う。グッド703円、え、1000123、払う。グッド続き790円、え、もう1000円しか無理ですよね。え、これいく、え、これ小銭が増やし、あ、1円欲しいな。ナイス、ナイスはグッドとどっちがいいんだろう。3、あ、もういいか。はい、ナイス。ナイスとグッドどっちがいいんだろう。1025、はい、ナイス。え、ナイスとグッドどっちがいいんだろう。1000 1 2 3 1 2、なんか五円玉返ってくるとちょっと嬉しい。わかります、この気持ち。21円、1100、これしか無理ですね。え、すごい、どんどん増えていくんですね。1000、ちょ、わかんなくなってきた。残り時間、あー、ここまで行きたかった。おー、大学生。大学生か。いや、でもほぼ大学生じゃん。今は大学生か。ほぼ大学生みたいな。いや、もう一回。どこまで行けるんですか。何が大学生の次。ちょっといいよ、もう一回やってみようじゃん、リトライで。もう一回、よし。そっか、時間制限がある。どこ、これか。45秒ってこと。ん、待って、281、洗う。エクセレント、うん、はい、これで10秒増えてるからね。なるほど。349円、もう500円しかない。3613、でも1円玉いっぱいあった方がいいんじゃないですか。そういうことじゃない。え、1000円崩した方がいい。え、これ正解は何なんだ。で、1円、え、はい、5円玉が2が赤くなってね。え、なんで。
500円玉2枚を、あ、5円玉2枚を持つってことは10円玉1枚と同じことだからね。ほら、ちょっと多いんだよ、5円玉が。780。こういうこと。グッド。1100、え、9円ない。いっぱい、なんか小銭いっぱい来ると嬉しくなっちゃう。こうなると。ナイス。1411234。ああ、そこまで払いたかった。お、お、ちょっと上がった。でも年相応じゃないですか。ラストもう一回。ちょっと水を。割とこれなんだろう。今さ、割ともう、なんだろう、現金を払う人が少なくなってきてるじゃない、どんどんその電子マネーで。ピッてすぐやっちゃう。そう。コンビニとかでお金を払った時とかは、はい、お釣りを計算して、ちょっと多めに小銭を利用して払ったりとかしてたりしない？あれ？え？いきます。はい。172。はい。エクセレント。241。はい。はい。470。え？おう。びっくりした。641。はい。はい、862。はい、やばい、集中力が切れ出した。やばい。はい、1000。やばい、集中して私。はい、ナイス。1100125。はい、1233。はい、1381。ない。はい、1300。あ、無理じゃん、無理じゃん、無理じゃん、戻ってで86。怖いこれ。1500。18コンボ。社会人から大人になりません。あ、でも社会人ですからね。言うても社会人ですからね。そうね。今までやったことなかったんですけど、うん、でもすごい、なんだろう、生きる上で必要な能力ですよね。まあだんだんね、少なくなってきたけどね。はい、こういうの。いや、なんかすごい脳みそがギュインギュインしてます。いや、でもこういうのをたまにやると、うん、なんだろう、頭の活性化じゃないけど、うん、いいんだよね。じゃあ消さずにこれはたまにやっていこうと思います。でもし、じゃあなんかゲームのところに、まあ社会人級以上のものが出たら報告します。教えて。うん、わかりました、はい、そんな時は報告します。